そうですね、おはようございます。1月11日です。ですね、今日ちょっと悲しい連絡がありまして、ブルーリバーで、毎日歌ってくれてる、男性のシンガーさんが、すごく仲良くなって、ね、毎日挨拶とかしてくれたり、挨拶したり、僕が一番好きで覚えた最初のカンボジアの歌とかを歌いながら、手振ってくれたりってする、ね、男の人がいたんですけど、今日連絡があって 事故で亡くなったと連絡が回ってきました。ね、すごい、ちょっとカンボジアに来て今一番ちょっと悲しくて辛い出来事が直面したんですけど、その方には、ご冥福をお祈りします。ね、ちょっとね、ちょっと悲しい出来事が起こっちゃったんで、なかなかね、今日行ってもこう辛いかなと思うんですけど、ちょっと切り替えて、また明日からちゃんとクメール語とかやっていこうと思うんで、YouTube よろしくお願いします。